はい、皆さんどうもこんにちは、あつみです。ポケモン新作発表されましたねポケットモンスタースカーレット&バイオレット、 YouTube のポケモンダイレクトの映像めちゃめちゃ綺麗ですよね。オープンワールドもあったりでかなり期待大です。ダイレクトにも出てきた次回作の御三家、草タイプのニャオハ、炎タイプのホゲータ、水タイプのクワッフ、3タイプもみんな可愛いっすよね。はい、でもツイッターではしずかちゃんスネオジャイアンみたいなこと書かれててめっちゃ笑いました。はい、確かに似てるわはい、ところで本題ですが、皆さん次回作の御三家の第二進化、最終進化、どんな姿になると思いますか？ニャオハに関してはさ、進化して足マリからアシレーヌみたいに可愛くなるパターンか、もしくはブニャットとかコルードみたいに、え、あの可愛さどこ行ったみたいな感じになるパターンなのか、どっちなんだって話題になってますよね。私はもちろん進化したら可愛くなってほしいに期待してます。はい、ってことで今回自分なりに第二進化と最終進化考えてきましたので、今回紹介していきたいと思います。はい、まずはニャオハ。ニャオハは、名前からして猫ポケモンだし、さらにこの写真の尻尾見る限り、おそらくね、毛が長めの種類の猫ちゃんがモチーフになってるのかなって思いました。長めの種類となるとね、ライバルオリさんが飼ってる冬くん、ラグドールではないかなって思いました。顔の柄も似てますしね。で、私が考えた第二進化がこちら。毛をさらに長くして、尻尾をモフモフにさせて、お姉さんっぽくさせました。はい。もともとね、元気いっぱいで、素直そうな女の子が、成長して、ちょっと、ませて、ちょっと反抗期に入った感じに仕上げました。ニャオハの説明に、気まぐれで甘えん坊って書いてあったので、性格に関しては、ツン多めのデレ。ちょいデレ女の子をイメージして書いてます。ヒバニーがラビフットに進化した時にちょっと反抗期っぽくなってるじゃないですかまああんな感じをイメージしたと思ってください。見た目はね、ニャオハのヒゲを残しつつ、髪型をちょっとギャルっぽくさせましたタイプは草タイプで、名前はニャフィーと名付けました。はい、でもってニャオハの最終進化、こちらがドン、こちらです。尻尾のふわふわそのままに、体のラインを綺麗にさせて大人の女性っぽくさせました。ウィータイプは草フェアリーの融合タイプです。エイヒーのような滑らかな体のラインを意識したセクシーボディと、ミドカノスのね、美しさを参考にして描きました。こちらの髪型っぽいのはエスパーフェアリータイプのサーナイトちゃんを意識して、髪の間からチラッとね、横目で見られてる感じにしましたこんな美女に上目遣いされたらもうたまらんですね顔の仮面みたいなのはこちらは柄になっておりまして、なんかニャオハの時さ、顔がちょっと仮面っぽかったじゃないですか。葉っぱの仮面というか、あれがちょっと仮面っぽかったので、最終進化でしっかり仮面柄にして、怪しい大人のムードムンムンにさせましたいやちょっとマジお仕置きされたいですね見た目はね、セーラームーンの月光仮面みたいな仮面だなと思ったんで、名前はニャルナーダにしようとしたんですけども、ルナーダと発音が似てたんで、ニャルナート。ニャルナートにしました。はい。どうでしょうか。はい。続きまして、クワッス。クワッスはね、名前とか足の形からわかる通り、ホガモンポケモンって書いてあったので、アヒルと仮定して考えました。ちなみに、アヒルとカモっていうのは、生物学上では、明確な違いはないみたいです。アヒルといえば、童話、醜いアヒルの子が、皆さん思いつくと思うんですけども、見た目が醜いヒナが、最終的に美しい白鳥に成長するといったストーリーですね。なので、進化するにつれて、美しい白鳥に近づいていこうかな、という考えで書きました。はい、第二進化がこちら。ちょっと成長させて、体型は大人っぽくさせたけど、まだあどけなさが残るアヒルみたいな感じにしました。はい。クワッスの時に被ってた帽子は、進化してね、おしゃれな可愛いデザインに変化させました。あんまりね、装飾がなくて寂しかったので、首元に襟みたいなファッションをね、追加しておきました。はい。名前はスワッフです。スタッフーみたいな感じになっちゃったけど、まあいいや。性格は優しい穏やかなアヒルにして、見た目もね、そんな感じにしました。はい。そして最終進化。最後ね、
美しい白鳥にしようと思ったんですけど、これすでにポケモンでこのスワンナという名前のポケモンがいることに気がつきまして、まあ、ただスワンナもね、あの白鳥をイメージして、おそらくデザインはあのバレエの白鳥の湖を意識してるものだと思います。いやでもこれじゃ被ってしまうと思い、そこで考えたのが、男性のバレンダンサーにすればいいんだ。はい、ってことで多分スワンナって女性のバレエダンサーを意識してると思うんですよ。胸の柄とかね、この顔の横のデザインとか多分そうだと思います。なので今回はスワンナと対になるように、あの男性のねバレエダンサーっぽいデザインにしようかなと思って考えました。それがこちら、足元は形変わらずに爪が生えてちょっといかつくさせます。で、全体の色は白鳥のような純白色で、注目してほしいのはこちらの首の柄ですね。舞台のね、白鳥の湖の男性ダンサーって、あのコルセットみたいのを着てるんですよ。で、それを入れたくてね、コルセットみたいな首飾りを首につけてみました。はい。あの、第二進化の時にね、つけてた首飾りが、いい感じに伏線回収できたのではないでしょうか。はい。あとはバレエダンサーっぽくメイクさせて、体の柄は王子様っぽく、ちょっと豪華な感じにさせてみました。タイプは水飛行で、名前は飛行タイプのフライと白鳥のスワンを足してフラスワン犬のワンみたいになっちゃったけどまあフラスワンです。はい。そして最後はホゲータですね。ホゲータに関してはマジで難しかった見た目恐竜っぽいけどさ、あのワニポケモンだから他のアリゲージとかね、バルビアルとか参考にしたんですけど、まあ難しかったね。なんか普段ワニとか描かないし。しかもさ、あの見れば見るほどあのジャイアンにしか見えなくて、ちょマジで悩みました今回。まあ、そんな中で考えた第二進化がこちらです。すいません、クレヨンしんちゃんになってもうてます。いや、すまって、言い訳聞いてくれ。あの、ワニの子のね、進化ルートを参考にして、ワニの子からちょいいかつめの、あの、アリゲイツを意識して描いたんだけど、何を間違えたのか、なんかクレヨンしんちゃんになったんだよね。でもってワニだから、口をもうちょっと尖らせて、先端に鼻なんかつけたら、もうなんかキモくなっちゃって。はい。しかも口開けたせいでさ、なんか変顔してる、リリシメのおっさんみたいになっちゃって、なんかもう、これはちょっとなんかね、残念すぎる。これは私の画力が足りなかったせいですね。はい。設定に関してはまあ、真面目に考えていましてですね。ホゲードの時についてた頭のちょんまげ、成長して、もう背びれみたいにさせました。はい。まあでも、ワニじゃなくてこれ恐竜なんだよな、見た目。はい、結局。で、もって体周りが寂しかったので、岩のネックレスみたいにして柄を増やしております。はい。で、こちらもね、足の鉄球の鎖に関しては、ちゃんと考えがあって、ホゲータって名前ってなんかアホっぽ可愛いじゃないですか。なので、まあちょっとおっちょこちょみたいなところがあるわけですよ。まあもともと食いしん坊なところもあり、人様のね、木の実を勝手に奪いまくったので、それを見つかってね、まあしかもおっちょこちょいだから捕まってしまって、って感じで、鉄球が鎖で足に結ばれてます。はい。鎖を繋がれてもなおこの笑顔守りたいこの笑顔かわいいですね。で、ちなみに好物はオレの実です。で、タイプは炎タイプで、名前はホゲラウス結局恐竜っていう。はい。そして最終進化がこちら、ホゲータのちょんまげがね、みるみる成長してハリセンみたいになってますはい。で、このハリセンが大きければ大きいほどメスからモテるという設定になっておりますね。はい。はい。イメージとしてはメガラグラージュを意識して、ちょっとゴツゴツな感じにしました。第二進化をね、あの、凛々しい眉毛はそのままにして、そのヒゲっぽく見えるのが、実は歯です。はい。これは歯が発達したものになってます。なんか、ニャンハとかさ、クワッスに関してはさ、こういろいろどういう由来で、このデザインにしたとかあるんだけどさ、ホゲータに関しては、マジで思いつかなくて、もう勝手に想像して、いろいろイメージで作っちゃいました。はい。まあ、タイプに関しては、ワニポケモンって書いてあったから、炎水なのかなって思ったんですけど、だけど水タイプと融合すると、クワッスと被ってしまうから、おそらくそれはないと思ったのね。なので、ゴツゴツしてる見た目から、炎と岩タイプの融合にさせました。はい。ってことで、炎と岩タイプのホガダイルです。
なんかエグザイルみたいになっちゃった。はい、ホゲータの時のアホっぽさがね、なんとも可愛かったんですけど、最終進化はそれを残しつつちょっといかつめに仕上げました。はい、私が特に気に入ってるのはこの色合いでですね、少し濃い赤茶色のおかげで背びれの黄色がすごく映えるなって、あと爪の色を紺色にすることによってより黄色と歯の白さが目立って、デザインに関しては結構好きです。はい、自画自賛。はい、ってことでいかがでしたでしょうか。まあ、あんまりね絵は上手くないのでそこはご了承ください。まあ、可愛かったとかね、キモかったとか、いやそれはないわとか、逆にこれありえるかもとかね、思ったことをコメントに書いてくれるとめちゃくちゃ喜びます。はい、ってことで楽しんでもらえたらぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたの